点に恵まれました甲子園球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますんでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはタイガースの先発大竹が甲子園のマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。ボールになります。失投気味でしたがバッター見送ります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。これが初球、初球空振りです。これが2球目、ストライクになります。あっという間に2ストライクです。引っ張った、この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは3塁到達、ワンアウト。ここは少し不用意に行き過ぎたでしょうか。スリーベースヒット、ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、ボテボテ。ショートが前に来る、中野アウト、ツーアウト。ドラゴンズ1点を先制しました。アウトの間に得点。バッターは4番ビシエド。タイガース初回から先制点を許す形となっています。打ちました、ボテボテ。セカンドが前に来る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ドラゴンズ鮮やかな攻撃で先に点を取り、1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の大野。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは中野、先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球狙って空振りです。引っ張った、打球はライトへ、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っている小畑。大野まずは先頭バッターを打ち取っています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。2球目打ちました、サード取った、ツーアウトになりました。クリーンナップが登場します。バッター佐藤、ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが早くもツーアウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、そうですよね。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライクです。空振り三振、スリーアウト、チェンジ。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターは5番木下。タイガース1点ビハインドで迎える2回です。打ちました、これはどうか、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。まずはアウトコース、いいボールで入ってきましたね。はい、まあ、低めであれば同じ球を続けてもそうそう打たれないと思いますね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。見逃して三振です。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース詰まりました、ここはフライになっています。
佐藤が掴んで2アウト。打順は8番土田。2アウトになっています。初球空振りです。さあ2球目は何か。わずかに右に切れました。ファールボール。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたが2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。大山が打席に入ります。引っ張った。これはどうか。レフト掴んでワンアウト。打席には5番バッター小野寺。まずはワンアウトを取っています。緩いボール決まりました。空振りになります。ノーボールツーストライクです。アウトローを見送ってボール。低め変化球空振り。ツーアウトになりました。打席には6番バッター近本。ツーアウトランナーありません。打ちました阿部。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたが、いかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。さあ初球は何か。初球空振りです。低めのボール入りました。ノーボールツーストライク。次が3球目。スライダー外れます。4球目は何で来るか。打ちました。取った。アウト。ワンアウト。打順はトップに帰って岡林。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。流しました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。ワンアウトランナー二塁となりました。さあタイガース、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえこれ以上失点しないように進めていきたいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の大竹、このピンチをどう切り抜けてくるのか。引っ張った。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ1点。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点。まず際どいコースをついてきました。引っ張った。サード取った。アウト。ツーアウト。打席には4番バッタービシエド。タイガースこの回1点を失っています。さあ2点を離されなおも得点圏にランナーを背負います。見送ってボール。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。ここは決まりました。見逃し三振です。この回点は取られましたがここで食い止めました。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐ豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。まずはワンアウトを取っています。打ちました。高橋。ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが先発の大竹が打席に入ります。打ってやろうという意欲は。初球打ち。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました。タイガースです。初球打ち。この当たりはどうか。最後はライトフライ掴んで3アウトです。打順は5番木下。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから今度はその使い方は工夫したいですね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。ちょっと手が出ないでしょうね。アウトローの変化球キレがあります。あっという間に3球目打ちました。レフトライナー掴んでまずワンアウトです。
打順は6番高橋。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。変化球空振り。バッターは7番鵜飼。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。インローボー。3球目は何で来るか。変化球が低めに外れます。インコース決まった。ツーボールツーストライクです。高めのボール、ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。8番バッター土田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。高めちょっと外れたか。アウトコース、ファウル。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。タイガース4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター小畑。先ほどの打席はサードゴロに倒れている。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには3番佐藤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。レフトが取りました。2アウトです。打順は4番大山。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。この回のタイガース打線ですがたった3球で2アウトに打ちました。高い打球レフトへ、伸びる、伸びていく、スタンドには届きません。ランナー出ました、タイガースです。2アウトランナー2塁。初球はストレート決まっています。よく見極めましたね。はい、低めわずかに外れてボール。いい当たり、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。センター前ヒット。さあ同点のランナー。さて赤星さん、バッターの近本、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはず。外の球打った、セカンドの左、バット悪送球、サードランナーホームイン。思わぬ形での得点、セカンドのエラーで得点が入りました。さあそして打席には渡辺が入ります。いいバッターが続く打順ですからここで決めたいですよ。初球打った、掴んでスリーアウト。同点のチャンスものにはできませんでした。5回の表、小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね。となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。これが3球目、打ちました。これはどうだ、セカンドの右抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはなかなかいいバッティングをされました。ピッ、初球は何で来るか。送ります、取りました。アウト、ワンアウト。送ってきました、送りバント成功。まず何を投げてくるか。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。ライト線へ持っていった、ファールか、深いところフェアになった。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン、ドラゴンズ。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にふわふわっと上がった、抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入っています。さあツーアウトながらまだピンチは出していません。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁アウトでスリーアウト。
しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。3対1。赤星さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいといいますか、各バッターもう少し狙い球を絞るなり工夫してもらいたい。2球目打ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー。あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってノーアウトランナー二塁です。ここでランナーが進んだのは大きい。真ん中打った、セカンドが抑えた。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。さあ、うちのボール打った、ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース1点返しました。3対2になりました。1点差に詰め寄ります。さあ、1塁に同点のランナーを置いています。バッターは小畑。ここは送るんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。大きく外れてボールになります。ボール先行です。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。高め打ちました。センターへ抜ける。大畑、今日の初ヒットがここで出ました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやな、ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。打球は切れてスタンドへ。ファウルボール。赤星さん、この佐藤対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思いますね。ああ、そうです。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。スリーアウト。同点のチャンスものにはできませんでした。しかしこの回、ここまでのハイライトです。3回の表ワンアウトで二塁にランナーを置いて、2番大島、追い込まれてからのタイムリー。タイガース1点を追加されます。4回の裏、ランナー2人を置いて手を出しますが、外野へのフライに終わります。同点とはなりません。5回の表、得点圏にランナーを置いて、2番バッター大島、甘い球をきっちり弾き返しました。タイガース1点を追加されます。しかしタイガース負けていません。ワンアウトで三塁にランナーを置いて、1番中野、その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を返します。このチャンスの場面、しかし空振りの三振、同点のチャンスを逃します。ランナー1塁2塁のチャンス、しかし打ち上げてしまいました。同点とはなりません。甲子園球場からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴン、インコース決まってストライク。次が2球目。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボール2ストライクです。三振です。まず1つアウトを取りました。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。2球目打ちました。サード取った、アウト、ツーアウト。打席には7番バッター鵜飼。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い初球打ち、これはどうだ。
ボールを拾って一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。5番バッター小野寺、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。うん、そうですね。初球打ち、さあどうだ、センターが取りました。バッターボックスには6番近本、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。ヒットになった近本、これが今日の初ヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は7番渡辺、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。タイガース同点のランナーが出ています。ランナー走りませんね。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。もしかしたら左ピッチャーなんで慎重。打った、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、同点に追いつきましたタイガース。非常に速い打球でした。見事タイムリーを放っている。さて赤星さん、バッターの梅野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左に弱い傾向がありますよね。そうです。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、レフト前ヒット、これでマルチヒット、これでサードまでランナーが進みました。いや本当、代打の原口、赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあそうですね。初球打ち、あっとグラブ弾いた、ボールを拾って一塁アウト、タイガース勝ち越しました、4対3。ここは最低限という形ですかね。さあこのチャンスでバッターボックスには1番の中野が入っています。絶妙のコースへ投げ込みました。すぐに追い込みました。変化球打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回タイガース、これから7回ドラゴンズの攻撃です。これから7回最初は変化球できました、ストライクです。胸元へ持ってきました、ストライクです。ノーボールツーストライク、引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました、ワンアウトです。バッターボックスには代打の郡司、ワンアウトランナーありません。初球変化球空振りです。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ライト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター岡林。ツーアウトになっています。インコース落ちました。いい当たり。ファーストの左抜けました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。ここはうまく、まあ、スローイングがいいキャッチャーですから、そう簡単に走る。ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、アウト、盗塁失敗、これでスリーアウト。ランナーの進塁を許しませんでした、まあ、バッテリーも警戒してましたからね。
赤星さん、追加点が欲しいイニングではありますよね。そうですね、相手のことを考えればこの得点差は安全圏じゃないですからね。そうですよね、追加点取れるんでしょうか。インサイド落ちました。わずかに右に切りました。ファールボール、打ちました。取った。一塁送球します。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。これが先ほどの。打ちました。阿部セカンドホースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスは4番大山。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、レフトフライに倒れる。高めのボール、これはどうだ。センターに抜ける。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。積極的に初球は何から入ってくるか。高め打ちました。これはどうか。破りました。センター前。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。積極的に。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出る。ストレート打った。サード正面、一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回、ゲームは8回に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃。2番バッター大島、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。インサイド弾き返した打球は右中間へ、ライトが取りました。3番バッター阿部、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。インコース決まっています。いい球でしたね。インローへキレのある変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。阿部ヒットが出ました。ワンアウトランナー。初球は打ち、高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ビシエドヒットが出ます。ワンナ、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。落としてきた。しかしバットは止まっています。さあ3球目は何か。ジャストミート、落ちた。ヒットになる。バックホームする。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ドラゴンズ警戒していた相手ですが、ここでタイムリーを。さあそして打席には高橋が入ります。さあピンチは続いています。ここは同点にもされたくない場面ですから、集中してほしいですね。なるほど、そうですよね。タイガース、小宮山さん、ここはスクイズは考えられるでしょうか。ランナースクイズだ。右方向へ転がした。一塁アウト。高橋見事、この大事な場面でスクイズを決められてしまいました。同点です。このバッターは歩かせて次のバッターと勝負した方がいいかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。外へのスライダー、ここは見極めています。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込み、見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席でヒットを放っています。高めのボール、これはどうだ。センターに抜けました。これで3安打猛打賞。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。
バントして当たりません。送りバントだ。しかしこれはファウル。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。変化球空振り。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。2球目は何で来るか。ボール先行、ランナー動いてくるか。右中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ボールは中継、勝ち越しのランナーが三塁を回った。ファーストランナー一気にホームイン、タイガース勝ち。ここはうまく打ち返していきました。見事なタイムリーです。改めてお聞きしますが、この小幡、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的には打った、抜けた、セカンドランナー変えれば追加点、ライト前ヒット。これでサードまでランナーが進みました。いやここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンアップなんでそれ以上期待したいですよね。はい、さあクリーンアップらしいバッティングができるんでしょうか。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方というよりも、さあどうだ、このフライは切れそう、右に切れます。インサイド打った、ファーストの右抜けた、ファーストランナーセカンドがまず蹴った、タイガース追加点。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが。まあここはクリーンアップですから、最低でも犠牲フライという感じでしょうね。そうですよね。さあクリーンアップらしいバッティングを期待しましょう。左中間へ、いいところに上がっている。さあバックホームするか、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、大山きっちりと。ご覧いただきましょう、この犠牲フライで追加点を。さあまず1球目、ランナー動きませんね。初球から走ってくるケースは多いんですけどね。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。中への変化球外れました。ライト方向流しました。これはどうか、取った、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいて、これから9回、はいはい、タイガース、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の インサイド、決まっています。スライダーが決まります。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神岩崎がドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうだ、3球目打ちました、高く上がった、これはどうか。打順はトップに帰って岡林、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ファールフライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。試合を制したのは阪神タイガースです。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたから、チームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上